サンフェリックス・ロラゲは、フランス、奥下にー地域圏、オートイコール・ガロンヌ圏のコミューン。サンフェリックス・ロラゲは、旧国道622号線で、トゥールーズの南東4 0トルのところにある、ロラゲ地方の古いバスティットである。コミューンは、オード県との県境の町である。コミューンをロード川、バンディネル川、リゴル川が流れる。サンフェリックスの村落は、ルベルの平野を見下ろす。 石灰岩室の尾根の上に腰掛けるようにしてあり、ノアール山地の生誕と向かい合っている。そこは、サンティアゴの巡礼路の一つ、トロザーヌ街道である。コミュームの土地には新石器時代から人が定住していた。アンデ・ド・セブラックが19世紀にコミュームで発見して収集していた、戦士時代の家具がその証拠である。彼の収集品の一部が、トゥールーズ博物館で展示されている。 村楽はサンフェリックスドイコールカラマンの名で知られていた。1167年にカタリ派がサンフェリックスの教会会議のためこの地に集まり、ボゴミル派の司教にケタスが議長を務めた。彼はフランス、ロンバルディア、トゥールーズ、アルビ、アジャン、カルカソンネから集まったカタリ派の司教を移動した。1921年、単なるサンフェリックスから、 サンフェリックスロラゲに正式に解明した。サンフェリックスは本質的に農業と観光のコミューンである。ソースイコール1999年まで LDH, イヘス、カジニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。